さあ間に合いました、 OK です。さあこちらですね、小乳毒が2P側豪輝、そして、一番太郎選手が、左手にいますね。こちら 1P 側のギル、白と緑のこの半々の髪の赤い大きな巨人が、一番太郎ですね。大崎さん、はい、めっちゃ強いっすね、ほいで。これ今ちょっと、大崎ちょっと素人の動きがないぞこれ。おい偽万太郎さん、これ中身偽万太郎か、これ。おい、おい、偽万太郎、これネモ万太郎じゃないですよね。いやいやいや、中身ネモ万太郎入ってないですよね。常広、口を慎め。おい、一番太郎だ、一番太郎、これ一番太郎だ。ただちょっと上手すぎる。どう、小乳道くん頑張って、小乳道くん対空してますよ、対空しっかりしてますよ。小乳道くん、ちょっとあの新庄くんのライバルポジションだったんだけど、全然圧倒されてる。ちょっと小乳道くん頑張って、ちょっと頑張って小乳道くん、ちょっと、おい、いいですね。いいよいいよ、切り返しますが、これちょっと一番太郎強すぎんぞ。ちょっと待ってください。さあ画面端はかなりチャンスになるんですが、さあ小乳毒もしっかりね、さあネカリからキャラクターをチェンジして、勝つために、新庄君に勝つためにね、ここに来てますから。そこはいいですね、いい一発入った。ただ V トリガーを発動して、分かってるぞ一番太郎。しっかり確定反撃しっかりとってます。まずは一番太郎、これ一本取りましたね。一番太郎のうまさやばいっすねこれ。さあまずはこちらのギルを操る大崎一番太郎が、偽番太郎が、1試合取りました。対するこちら豪輝の小乳道くん、さあここから巻き返すことはできるか。どんな動きか、小乳道くん頑張れ頑張れ小乳道くん、さあ上からうまいぞ、ステップで距離を取って球、おっ、ね、さあただこの辺りの近づいてからのコンボ選択が、偽番太郎選手はですね、的確なんですよね。そうですね、やっぱなんかこれ投げます、時間を掴んでますね、やっぱりからね。Vスキル2ですか、はい、スキル2気合いを使ってますが、これいいですね。ただこれ体育です、ジャンプしたのをですね、的確に打ち落とす、これがもう完全にその素人の動きではないですよね。あれかなり難しいことしてますからね。しかも、はい、やっぱネモさんに教えてもらえるとこんだけ上手くなるんやな。いや、ネモさんすごい優秀なコーチですね。優秀っすね、優秀すぎるでしょう。いや、すごい、これは短期間でこんなに上達するなんて。そうですね、まさかのコーチでもプロゲーマーの、ネモ選手にコーチングを受けた偽番太郎選手、素晴らしいプレーで今、はい、小乳道くんを追い詰めている。追い詰めてますね。ちょっと小乳道くんとしてはこれなんとか粘りたいんですが、やっぱりこう飛び道具でね、動かされちゃっているので、そうなんですよね、難しいですよね、自分のやりたい動きが。さあ小乳道くん、ここ踏ん張ろう、頑張って頑張れ小乳道くん。さあ V トリガーがあるので、これ逆転がですね、できるシステムあります。小乳道くん、さあこれです、 V トリガーを引いて、いやー、しかし危ない、おおおおおお、あります、頑張って一気に反撃は偽ワン太郎、お見事、 2-0 ストレート。勝ったのは大崎の偽ワン太郎、これで2回戦進出です。まあ、頑張って、ラシード見せて。さあこちら左手が犬なき、そして右手が悪魔、おさあということで、おいいです、これなんか悪魔のラシード、いい動きしてますね、うん、ただ犬なきも正義の味方でありながら、今回は悪の力、このベガというね、ストリートファイターシリーズではまあボスに当たるこのキャラクターを使った、うまいぞ犬なきも、うまいぞこれ、ちょっと待って、練習されてますね。そうですね、ちょっと、ご当地キャラってこんなにスパイルうまいの、なんでご当地キャラって全部うまいんですか。うまい、うまい、そう、これ犬悪魔、悪魔頑張って犬なきのベガアンチある、これは相当予想外のハイレベルな、うまい、これドグラさんに教えてもらったんじゃないですか、もしかして。そうですね、まあ、大阪ですしね、大阪だけドグラさんコーチついてます、可能性ありますね。さあそしてメガですしね、悪魔の方はすごいメガらしい動きですもんね。やばいですよ、このオレンジのゲージが溜まるとこのようにスタン、さあ無防備になってしまう、おっとこれはミスになったか、ここ頑張って、どうするそうそう、いいよ、いいね、頑張って、ユーサール竜巻と一緒に突っ込んでいきます悪魔、
いやただ上の黄色い体力ゲージに差がある状況、これが全てなくなるとダウンとなってしまいます。2回ダウンしたらいいですよ、いいですよ、いいよ、風を。さあ亀八、うわ後ろからさあ2位が入って、こら犬なきんかなり強いところ知ってるぞ、やってるぞ犬なきん、やってますね、これはやってきてますね、やってきてますね、うまい。おっと、さあ悪魔もまだ終わっていないぞ、頑張れ頑張れ頑張れ、さあ縦横無尽、近く最後は膝飛んできた、まずは犬なきん。残念、まあでもまだ1試合なんで、そうですね、 1-0 です、犬なきんスタートになりました。頑張れ、こっからこっから、いやこれちょっと僕も想像してなかったぐらいハイレベルなこれトーナメントになりそうですね、お二人。いやこれはすごいですよ、かなりレベル高いですね、思っとった以上にレベル高いです。さあそして、我々の画面の下にはですね両選手のワイプもありますね、なので、まあ、どのようにねプレーしてるかレバーさばきにも注目ですが、さあこのようにあ、悪魔もう好きなように、悪魔これ飛び道具、うわーっとこれはうまい、よく分かっている、後ろに回って2位。さあこれが V スキルになってます、このベガというキャラクター。さあ画面端を取って悪魔は逃げたいんですが、なかなか逃がしてもらえない、画面端はこれは犬なきんのベガ有利。さあ後ろにもう逃げられないですからね、うまい、上からヘッドプレス、犬なきんの動きによどみがないぞ、うまい、やばい、これちょっと悪魔コスモ感じて、コスモ感じてコスも感じていこう。悪魔これガチ君のこのオーラを感じ取ることができるか、コスも余裕を見せた、いいねいいね、そういう、いいね、悪魔まだいけると。ただね犬鳴き全く遊びがなくね、やっぱりやりに来てるんですよね、冷静ですよこれ、はい、これは倒す気満々ですよ犬鳴きさあ悪魔だろうが関係ないと、目の前、さあどうするか体力差がねあるんで的確にこの犬鳴きの攻撃がね当たるんですよね。おっとこれはうまく引っ掛けた形、悪魔しかし犬鳴き後ろ容赦ねえ、マジで容赦ねえ、容赦ない、最後は投げが決まって犬鳴きが 2-0 ストレート、お見事、すげえこれ、すげえこれ、ちょっとですね普通画面左手がミクちゃん、そして、右手がカパルのキャラクターとなります。はい、さあミクちゃん、おっとカパルがまずは一発当てましたね、ミクちゃんはどうだ、うん、さあおっとここでチェーンで振り回すカパル、ミクちゃんは逃げたいところなんですがカパルがうまいですかね、カパルがちょっと下から来てますね、いやこれでスタンしてしまう、無防備な状態、ミクちゃんが危ないぞ、ミクちゃん逃げて、逃げて、さあ一発、さあどうするミクちゃん、逆転するにはかなり体力差があるが下からカウン、さあうまいぞ、アドケが出たが上からかかと、ミクちゃん落ち着いて、ミクちゃん市長がおるけど落ち着いて、市長さんも緊張してるかもしれんけど落ち着いて、さあミクちゃんは神の手でさあ一生懸命このアケコンを使っていますが、うまい、さあ敵は風景から、いやただカパルもね相当オタクっていうことでやっぱり格闘ゲームもできますね、これやってますね、やってますね、うまくレバーとボタンを操作しながらこのように必殺技を出していく、さあ右手がカパルのバーディー、左手がミクちゃんのサクラ、うまい、さあトリガーを発動してこのと回るが、さあコンボにしたい、連続技をつなげていきたいミクちゃんかというところ、さあカパルはどうする、ただミクちゃんちょっと動きが良くなってきました、頑張って技を出そうとしてるところは可愛い、可愛いミクちゃん、可愛い可愛いミクちゃん、さあミクちゃんが少し距離を取りました、いやしかしカパルがそこで長い技チェーンで、そして空き缶を転がして歩いてくる、プレッシャーかかるが上、ミクちゃんあるぞ、ミクちゃんあるぞ、いけるか、いたー、さあミクちゃん気合いの戦士だ、お見事、いいですね、あーそして市長さんも喜んでます、そうですね、これはもう市長さんがいるってことはもうミクちゃんこれ大和高田氏背負ってますね、思いっきりね、いや背負ってますこれは、さあミクちゃん頑張れるか、このカパルに対してもう1ラウンド取れるかというところ、ただカパルはかなり動きいいですからね、いい必殺技ちゃんとカパル出してますからね、出してるんですよね、うん、これはいいですよ、いいですよ、さあ上の黄色い体力を見てみると、さあ右手のカパル優勢、さあこのチェーンがかなり効いている、
さあミクちゃん苦しい、ミクちゃん画面端は苦しい、うまく逃げた、惜しい、足を伸ばす前カパルが下から突っ込んできた。これでまずは 1-0 カパル勝利、いい勝負、まあ、当初僕らはこれを見たかったって、はい、さあこのさくらがミクちゃん、そしてこのバーディーがカパル、先ほどはこのバーディーの持ってるチェーンでうまく投げ続けたカパルでしたが、さあどうなるか2試合目、さあ上からいきなりジャンプ攻撃、まずは、うん、刻んで刻んで V スキルをねうまく使ってるんですが、カパルが攻撃的、さあ投げもうまい、さあ相手の近くに行ったら投げが、当たります。カパルはとにかくちゃんとボタンを押してますからね、それがいいですね。これはガンガン行く、ガンガン攻める、圧をかけるのはカパルのバーディー、いやーここもガンガン下から突き上げた、カパルの圧がすごい。いやこれ倉持さん、ちょっとミクちゃんに何か応援アドバイスありますか。ミクちゃん諦めないで、とにかくいっぱい技を出すんだ。そう技を出す、技を出すんだミクちゃん、ミクちゃん手を振ってる場合じゃない、神の手を振ってる場合じゃない、ボタンを押せ、うまいうまい、証券証券。さあさくらは竜に憧れた女子高生というねキャラクターの特性がありますが、さあミクちゃんいけるか。さあちょっと V トリガー中のバーディーかなり危険なんですが、ミクちゃんも両ゲージマックスです、大ダメージ取るチャンスはあるんですが、証券神の手は何を見せるか。さあここでトリガー発動あるぞ、うわー、ったミクちゃん逃げて、踏まれ踏まれ踏まれるか、ゲージはある、下のゲージをうまく使えればいいんだが、横から来た、お見事カパルがストレートでミクちゃんに勝利。いやー強かったなカパル、強かったなこれ、オタクですね。誰が吉田くんじゃん、あれくまモンじゃなくてね、やっぱちょ我々としてはちょっと残念なんですが、まあいいでしょう、誰が吉田くんじゃん。さあ来ました、仕込んどるなネタを、左手が菊池くん、そして右手が船橋です。さあ船橋のザンギエフがどう上からおっと、さあスクリーンを見ていた。さあこれはクラッシュカウンターチャンスになるな、船橋船橋のジャンザンギフだが、菊池くんも動いてるぞ、菊池くんいいっすね、はい、さあ船橋、さあクラッシュカウンターから大キック2つ、さあやはり2000時間というのは本当か、しっかりと動かせている、めっちゃいい勝負めっちゃいい勝負、おおうまいうまい、お互い動きますね、体力差ないが船橋がいい形、菊池くんがガンガン来るガンガン来る、そういい勝負いい勝負、強気の殴り合いやっぱからさあ行こうパイエクス、さあどうなる、菊池くん前に出る、さあ一発圏ない、うえー菊池くんが取って、思いっきりカメラ目線、どうしよう、案外行きますね、いや行くっすねこれは、すごい吉田くん、あ菊池くん頑張ってますよ、吉田くんではありません、菊池くんがまずはラウンド、さあスナッシュはこれを受けてどうするか、ちょっとまだ投げ技が入ってないのでエンジンは、おっとこれですね、スクリューパールドライバー、ついにフナッシーが覚醒するか、もう一丁回している、そうですね、これは船橋ザンギフついに開眼したか。さあ菊池くんはただ手数をうまく使って近距離、おおまいまいまい、ここもダメージ与えている、さあしかしこれで、さあ突っ込んでいって取っていってる、あもう一丁、さあシベリアンエキスプレス、お見事ふなっしー、なんとかしとるないいねふなっしー、頑張って、さあふなわし、そして菊池の代表となる菊池くん対ふなっしー、さあふなっしーがここでガード、ただうわーっと二の矢三の矢が飛んでくる、菊池くんこれはかなり好戦的、さあ手足は短いがうまくボクシングスタイルでふなっしーにダメージを与えている、ふなっしーは一発が大きいのでうまく捉えていきたいところ、距離が近くないと投げは使えません、ふなっしー、いやーこれは投げが使っていた、その間に菊池くんがガンガン来る、菊池くん、さあふなっしーゲージはマックスだぞ、これをうまく使えるか、ただ菊池くんが手数が多い、
もう上腕ツースリー、すごいすごいすごい、ふなしチャンス、しかし菊池くんが暴れる、上から逃げて逃げて、ふなしはうわー、ここでもワンツースリー、さあ触りに行こうかというところで菊池くんがうまく必殺技を出しているという流れ。まずは1試合目菊池くん、はいよ、ふなしこれ味変した方がいいかもしれないです、味変を、味変、味変、味変ふなし、これ、勝ったらどうしよう、リズムを変えるなり、ちょっとですね、このままでは流れは良くないと。はい、では再戦を押してください、両選手。いきます、ね、いわゆるこのまま帰ってスタイルを変えて、ちょっと狙いを変えていくことを、まあ、格ゲー界では味変なんてね、言いますが、いいよ、さあ、これはやはりふなっしー、ちょっとね、動きが重いのがザンギエフの難しいところなんですが、さあ今度は落ち着いて相手の動きを見ながらふなっしーが捉えていくという動き、いいですね、変えましたね、プレイスタイル、そう、なんか見つけた、あっちの味変、エクスプレス、さあこれは大攻撃が当たるんですが、やはり菊池くんの手数が多いぞ、うん、さあここもふなっしーが前に出ようかというところに技が置いてある感じ、ワン、ツー、スリー、おーっと、うまく暴れていく、あと一発けんないかな、地獄好き、さあ V トリガーが発動したんですが、そのあとですね、すぐに迎撃成功、やったー、さあふなし、こっから1試合返せるか、勝利条件は2試合選手なので菊池くんはリーチをかけているという状況です。さあ小突きながらエクスプレス、これも飛んでいる、投げはジャンプに弱い、菊池くんうまく噛み合っている、だし菊池くんよく見てるぞこれ、さあしかし EX スクリューファイルドライバーが入って、フラッシュのチャンス、ガード、ナイスガード、しっかりガード、投げて、お、体育どうなるか、下がって下がって、ただワンツースリーがうざい、なかなか触れない、下から内足払いだが、ここも暴れる、さすがシーどうする、ナイスガード、やはり菊池くん、うまいうまいうまい、うまいぞ、残り時間15秒切った、どうする、うわぁ、キャンセルアッパーまで、紙一重の勝負、菊池くん、さあガッチガチのガチだ、ガッチガチのガチです、これは、はい、さあ忖度は一切なし、このまま行くか、菊池くんのエド、よっしゃー、どうする、ふなしー、ふなしー投げてこ投げてこ、さあここはスクリューが入って、ここは間合いがあったか、若干ここでエクスプレス、アーマーが取っていく、大きなダメージになる、さあふなっしーの投げが決まり始めている、この状況、菊からもうちょっと、ただやっしゃー、よいしょー、ふなっしーが前に出始めたが、菊池くんがやっぱり手数が多いんですね、さあ体力差はふなっしー優勢、しかし菊池くんが止まらない、まさに暴走機関車、さあふなっしー、サイバードロップキック、ふなっしー取り返しました、やったね、ふなっしー毎回フルセットフルラウンドでめっちゃいい試合、さあこれで 1-1 です、お前これでいいぞいいぞ、はい、1-1になりました、ふなっしーがなんとか粘って土俵際 1-1 に戻しました、熱い試合ですね、かなり熱いですね、さあガッチ君これ、はい、何が勝負を分けますかね、この両者かなり拮抗してますが、かなりね、お互いもちょっとなんか試合感で慣れてきとんで、うん、もうここからはもうその意地ですよ、意地ですか、もう意地です、もう勝ちたい気持ちが強い方が、さあそして倉持さん、ふなっしエンジンだんだんかかってきた感ありますよね、かかってきましたね、投げもどんどん決まるようになってきてると思うんで、おーあときたー、このまんまもう逃がさずに、おっとここでよっしゃー、いいぞーさあ投げるたびにふなっしがおたけぶ、さあこれもう完全に打撃対投げの構図、打撃の菊池、投げのふなっしー、頑張れふなっしー、さあここは投げれば投げさせない、すごい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 、投げろ投げろ、菊池くんが止まらない、そしていやあとスクリーンパルドライバー、これでリーチはふなっしー、リーチはふなっしー、どれどれでこう、
さあなんとこの対決フナッシーが逆転に近い。しかし菊池くんが一切喋っていないという事実シュールシュール菊池くんちょっとシュール菊池くんあんなに喋っていたのに一切喋っていない。さあフナッシーは逆に投げを入れるたびにオッシャーとおたけんでおります。この状況さあこれ入らず菊池くん菊池くんガッチですね。これはおっとここも投げに対して打撃が噛み合い続ける。さあどうする、もう一丁エクスプレス、ただ当たらず、これも当たらず。さあ再三のフナッシーの投げを避けながら自分の打撃ポイントを当てている。よっしゃ菊池くん、いや来た。さあリーチはかかっているぞ。これもこれはどうする、フナッシーが仕留めにかかる。菊池くんそれでもマジかおいしい、お見事、いい勝負すぎるこれ。さあ完全に拮抗している両者の対決、最後に立っているのはどっちか。うわ頑張れ。さあもはやどっちの声かわからない気合が入っている。うわあフルセットフルラウンド、このラウンドを取った方が勝利。きたここでフナッシーが開眼するか。でもどうする菊池、フナッシーが止まらない、ノリノリだ、上危ない。さあ菊池の打撃、いいよいいよ、さあ体力追いついてきたぞ。どうする、投げたい、打撃よしだ、一発圏内よしだ、頑張れる、頑張れる。うわ最後スクリュー、勝ったのはフナッシー。お見事、すごかったな、フナッシー大逆転。いやーやる、見事な逆転。さあ来ました、これが偽万太郎のギル、ギルですね。対するははい、これはあれなんかあの大崎偽番太郎の色を意識してますかね、ギルのコスプレ。確かに緑と白。さあゆめちゃんはこのムチを持ったポイズンというキャラクター左側なんですが、あうまくムチのリーチを生かして、うん、ただね偽番太郎のこの崩しがもう素人のそれがうまい。いいよ、さあゆめちゃん一つ投げた、苦しいか、一気に攻めてコンボに来る、投げも打つ、偽番太郎ちゃんと重ね、ちゃんと埋めな、お前は重ねがうまいぞ。いやうますぎる、何ひどい、ひどいな、いやこれひどいですよ、ちょっと偽番太郎やりすぎてますね。しかもゆめちゃんは可愛いつぶらな瞳で一生懸命、おお対空、うまいうまいうまい、対空した対空した、いいよ。あただ偽番太郎さっき接待プレイ見たこと言ってましたけど全然やる気ですねさあそうです、うまいです、ゆめちゃんうまいです、いいよゆめちゃん頑張れ、上から来る、いやー体力差がついていく。さあ偽番太郎は距離を置いて飛び道具を打ちますか。さあゆめちゃんちょっと苦しいぞ、いやーうまく下からすくう、いやただあと一発けない、 V トリガー発動、投げに行くんですが投げれない、距離がある距離がある。さあ偽番太郎対策できている、さあムチを振る、偽番太郎ガードもうまいですね。ここでラリアットいきなり横から突っ込んできたいやー凶悪やなこれ。まずは偽番太郎が1試合目を取る、この流れまたコメントで煽られるで、テープ要求。さあこれはゆめちゃんもまた百戦錬磨の手だれという匂いがしてまいりました。1回ぐらいは勝ちたいな、すでに用意していた、なんかエンジンかかってるし、うん、逆に偽万太郎、ね、さあしかし偽万太郎の容赦がない攻撃、容赦ね、マジか。飛び道具とともに攻めるこのストリートファイターではかなり高等テクニックなんですが使いこなしてますね。容赦なしか偽万太郎、ゆめちゃんはどうする。ゆめちゃんとしてはこの無知のね間合い内で戦いたいんですが、偽番太郎がその外にいるんですよね。そことから弾を打って安全に近づくというこの戦略。さあネモに教わってきたか、完璧に近いぞ、ゆめちゃんガードして、ゆめちゃん頑張れ、
苦しい入れ替わるがそこにはストレート一切の容赦なし勝ったのはニセバンタロウまだですね、はい、ラウンドですね失礼しましたこれここでさあまだいけるぞゆめちゃんいけるぞゆめちゃんいけるぞゆめちゃん頑張れみんなゆめちゃんの味方よそうみんなゆめちゃんの味方さあゆめちゃんは表情はそのままに動揺はなしただニセバンタロウも冷静ですねゲージが溜まっていく下の水色のゲージがマックスになるとクリティカルアースというね非常に強力な技が打てるんですがさあテンダーからトリガーうまくさあこれ V トリガーで投げたゆめちゃんいいぞいいよ動き良くなってるよいい動きになってる大崎お前お前いいんかそれでおっと大崎お前そしてこの大崎の後ろにはネモさんの顔がなぜか見えるとんでもない状況大崎さんそれは負けれませんさあここはトリガー発動大崎ゆめちゃんを燃やし続けている最後のキックお見事勝ったのはニセバンタロースコア2対0いや完璧だったなニセバンタロー さあついに現れた新庄君の竜対するはゲリラゴリラを見せると豪語したふなっしーザンギフさあ果たしてどうなるかさあこの新庄君の竜の強さお墨付き上からいっても正面拳横からは波動拳さあ横から来るがしっかりと上に飛んでいる竜巻さあ完全なコンボを投げスタンが近い何もさせないかーゲージも溜めました今しっかりこれが新庄くん嬉しい現れてるどういうことゲリラゲリラゴリラ見たいゲリラゴリラ業界の上下関係とは一体何だったのか一切何もさせずにパーフェクトを取っていったのは新庄君の竜置き攻めが完璧そこはおっと ここで始まるかゲリラゴリラさあバックステでよく見ていたさあフナッシーはどうする画面端これはフナッシーにとっては苦しい間合い掴みたいフナッシーのザンギフだが新庄君がその間合いを全く許さな い, いや遊びがない真空波動拳フィニッシュ私も出ねえなうますぎ笑ったこんなにいるキャラいますいややばいこういうことこれが新庄くんです強すぎる、もはや新庄くんは普通のトーナメントに入ってもマジで結構勝つんじゃないかと言われているいはいさあそれを相手にフナッシーさんがちょっと口数が減ってますね頑張れフナッシー頑張れフナッシー頑張れ！意地見せてほしい。ゲリラゴリラ見せてほしい。さあこれが2試合目。勝利条件は2試合選手です。さあただ新庄君が先輩に対する何かとかマジでねえなというこれガチの間合い取り。さあ落ちてくるところにチューチューから投げて、さあなんと先輩フナッシーをぶっ壊しに行くのか？このカワウソ。いつも通り遊びがない作りは当たらずどうするふなっしー画面端いやーなれ苦しいかさあ違う意味で梨汁が出ちまっているか苦しいぞさあこれでリーチをかけたのはそうですね新庄くんいやしっかり引きつけての昇竜拳プロ顔負けふなっしーはどうする投げ2つふなっしー暴れられないここでスタン新庄くんマジでマジでやるのかお前お前エンタメうわーこいつはエンタメを知らないガチすぎるぞこのカワウソ新庄くんふなっしーを批判殺ふなっしーはさあということで2対0勝ったのはストレートで新庄くん